もう眠いよ。あ、開けおいで。なんでそっちから。よいはい、朝ごはんです。ちょっと待ってね。これ食べる？食べれないでしょ。これ混ぜるの？そう混ぜるの。それで多分それ溶けるから。砂糖かな？ビスケットじゃないかな。ビスケットでしょ。はい、あっち、いただきます。俺は食えないね。
はい、ささみ。プラティのご飯ね。高級鶏肉。ビチビチしてる。捕まえれる。お、捕まえた捕まえた。水が一気に汚れちゃった。食べれる？まだぬるぬるしてるかな。ね。新鮮なお魚。かわいい、すごいかわいい。ただご飯食べてるときは触ると危ないんで。あ、そうなんだ。あのご飯食べ終わって機嫌良くなったら全然大丈夫なんですけど。顔はずっとかわいい。眉毛にまだライトついてる。アティ取れた。ヘレ美味しくないの。はい、おいで。こっちだ、こっち。おいで。頑張って歩くよ。うん、頑張って歩くよ。え？川行くよ、川。ん？疲れた？疲れたか？あー、はいはい。抱っこじゃん。
Thank you.
寝寝しな。なんか言ってくれりゃいいけど、こっそり陣地に入るのはやめてほしい。ちょっとちょっと、そうだね。いや俺結構、俺のさ、数でさ、結構いい気味なんだ。どうしようかな。俺そのこじてるこじてるところちょっと見方ついてるよ。入るんだけど、アティが顔が。それすいません。あのこの、右手のその辺の側にクッションのようにいるしかないんですよ。こう？枕みたいにちょっと振り上げるしかなくないあ、でもいい感じ。
それぐらい。暑いでしょ。ちょっと待ちな。手やけどしない。熱い熱いよ。熱い熱い。上手に冷ますね。ほらほら、あて。はい。水。いいの、水。おい。はい、おいで。東京？なんで？一時期の緊急事態宣言出た時よりやばいじゃん。でね、ギュッてやれば俺の方から、ね、あ、いいね。これ俺入んなくていいね。もしナイフが微妙だったら
こういう木のフォークがありますけど。あ、大丈夫大丈夫。ナイフの方がワイルド。まあ、くれぐれも自分を全部声入ってる。角度が悪いんだよな。ちょうどこうやるとかぶっちゃう。いや、電車にポチって。いぶされた。
母ちゃんちの本燃料を放物させる状況だな。そんな書き込みがあった。そしてカラーの頑張って上まで行くのに、あの神社の方行ったの。神社の方、神社の方行けば綺麗って書いてある。あのすぐそこに神社あるじゃないですか。あそこのトイレが綺麗。いやあれですよ、多分お腹痛いなって思うし、使われないと俺が例えばね、そのこれをランタンで囲ってたんですか。そう、そっちのランタンもちょっといるよ。この先生、あのランタンを2つがいい感じ。やっぱこうやって囲ってあげた方が自然な色としては綺麗だ。2トンぐらいひっくり返してみる。どうせやる、どうせやったら一生のするか、なんかなんで少し意外に中を結構きれいにできないと。うん、あの明るいよね。なんか向こうも見えるの。向こうが見える理由は、うん、4300円ぐらいだし。これが3100円です。いや、周りが明るくなるのがすごくいいなと思って。それ撮影の時にさ、そう、俺の持ってると下が照らされなくて横だけになるから。これもそうだもんね。上からこの辺も明るく照らせるから。待って、キャッチが出さなかったことあるか。
ちょっとかな。ファイヤーしすぎでしょこれ。こういうね、見てたらこんなもんかな。じゃあ先生、お気付けに情報。ちょっと待ってね。この炭酸電池でいい仕事してるんですか。そして画がいっぱいいっぱいいる。いる？ちょっと一箇所あれしましょう。お肉食べれるよ。結構ね、火を取ったね、ちゃんとやってくれるよ。しかも水入れるっていうのがね、濡れても別に大丈夫。やっぱ水に入ることが多いから、水に濡れていいランタンって嬉しいね。まあ、ちょっと1メートルブッシュですけどね。ちょっと頑張りすぎるのに伝わるのかな。夜中に1メートル以上入んないって。どんだけ頑張った人。許されてる。
アッティ寝てるね。